東京理科大2023年の問題を説明します。二酸化窒素 NO2 と四酸化窒素 N2O4 があって、平衡が成り立っていると。で、N2O4 が 1.0 ボルトの時に、ある温度に保ったところ、X モルが分解したと。X は 0.3 モル分解したと。KP はこれこれと。で、全圧 P を求めなさいという問題です。で、これは N2O4 は2倍の NO2 で、これはこれ最初はね、最初はこれ1モルあって、で、こちらは0やけど、反応後は、これが 0.3 モル分解してるから 0.7 モルですな。ここは2倍できるから 0.6 モルと。で、この KP の式は、これはどうやったかというと、P のこの出発物質が下で、できたものが上と。で、事情やったら、これ係数が2なんで、ね。で、P の NO2 を求めながら、P の NO2 は全圧かける 1.3 分の 0.6 やな。これね、全部で 1.3。P の N2O4 は、線圧かける 1.3 分の 0.7 と。これをここに代入するんですね。で、代入したら、なんぼや。P かける13分の6の事乗と。で、P かける13分の7と。で、これが KP 分かってるね。KP は4かける10の4乗と。で、これで P 戻ります。これ P と PK って P だけ残るよな。P 計算したら 1.0×10 の5乗パスカルということで